ではエンジンルーム見ていきます。エンジンルームはですね、まずこの無限のエアクリーナーボックスついてますね。カーボン結構高いパーツですね。で、まあ、ヘッドカバーの方のハゲなんかもなくて、9万キロ、まあ、約10万キロぐらい走ってるエンジンですけどね、結構綺麗じゃないですかね、こんな感じ。こんな感じになってますね。タワーバーも、スプーンですね、が入っているといった感じです。ではエンジンかけてみます。はい、エンジンかけてみました。まあすごく落ち着いていて、異音は全くしてないですね。指導性もいいですし、付け上がりの方も特に問題ない感じなので、まあ軽型エンジン丈夫ですからね、まだまだメンテナンスしながら乗れるんじゃないかなと、こんな感じになっております。はい、以上エンジンルームでした。